スーパーアグリ SA レゴは、スーパーアグリ F1 チームが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。スーパーアグリの F1 デビューマシンであり、アローズ A23 をベースとする。新規参戦発表から開幕戦までの時間が限られているため、当初は2005年の BAR の車種の流用、もしくは2006年用に、 ホンダ技術研究所が設計した車種の流用を目論んでいたが、コンコルド協定中の参戦中のチームのローリング車種は使用できないという原則をクリアする説明を見つけられなかったために、この流用は断念された。このあたりの流れは、国際自動車連盟会長からアナウンスされた断片的な記事中の発言から多くの親身になったアドバイスを受けたことが理解されるが、 ホンダの F1 チームは名前が変わっただけでその実態は同一であると言われてはどうと申しがたかった。このためチーム拠点として確保されていたリーフィールドファクトリーの人脈と技術的なリソースの関係から2002年にアローズが使用していた車種である A23 をベースとし2006年のレギュレーションに適合させた SA05 を開幕からの数戦のために 制作することとなった。シーズン当初はメルボルン空港で展示されていたものやミナルディオーナーのポール・ストッダートから買い取ったもの、個人所有の A23 のモノコックを使用していた。A23 の知的所有権は再建と引き換えにストッダートが保有しており、彼の熱心な勧めと提供があって、この使用が可能となった。 佐藤のマシンは、ストッターと所有だった a 二十三がベース。井手のマシンは、メルボルン空港に屋外展示され、約三年間雨風にさらされていたもので、動く状態に今で作り直せたのが、奇跡のような白物であった。二千六年用マシンなのに車種名に、零五と付けられていたのは、当初、SA 零五は、開幕数千程度の使用にとどめ、本来の二千六年用。 マシン SA06 を投入する計画だったため。しかし SA06 の開発が予想以上に遅れ、結局 SA05 は開幕から第11戦フランスグランプリまで使用された。なお、ビデオ用のマシンはスーパーライセンスが剥奪され代わりにエントリーしたフランク・モンタニーには引き継がれず、開発テスト用のマシンを改良したものであった。ありがとうございます。